鉱山寺は、香川県善通寺市にある新言宗善通寺派の寺院で、鉱山の麓に位置する。三号は、洋山、陰号は、多宝院。本尊は、薬師如来で、四国八十八箇所令状の、第七十四番札所である。本尊新言、おんころころだりまとうぎ総和か護栄か、十二神味方に、モテル船には、己と心子まかな農教院。 当時本尊、多門天堂美沙門天、うさぎの主因鉱山伝説では、壮年期の空海が寺を建立しようと幼き時、遊んだこの辺りを探索しているとおじが現れ、この地にお寺を建立すべしと、お告げをした。この地の岩屈に住む美沙門天の化身と悟った、空海はこの岩屈に美沙門天を祀った。その後、佐賀天皇の勅命を受け別当として、 万能池の修築を命じられた空海は、この地で、薬師如来を刻み手法すると、数万の人々が集まり、無事に築造を完成に導いた。公認十二年その功績に対して朝廷から二万銭が与えられ、その一部によって、道を混流したのが、当時の始まりであるという。天正年間の陛下により、本尊とわずかの時報が残ったのみで、四国霊霊上記には、 昔大原のところといえども、香をせり清水は、世の数あると記されている状況であったが、享保20年に、本堂、官方2年に、大指堂が再建され、四国ペン黎明書図への差し絵では、現在の形に近い形に復興している。鉱山、標高87.2メートルには、室町時代に、天切城の出城があったと言われていて、山頂に石舞台跡があり、 頂上には、神武天皇、公明天皇神に席がある。また、当時から山頂に向かう山道には、江戸時代末期に開かれたという西国三十三章の石仏が並んでいる。屋根瓦のうさぎ三本をくぐり右に、長寿舎を越え、左に曲がり、注文をくぐると右手に、農協所、わずかな石段を上がると本堂その右の続くに、御間堂、左に数段上がると大指導があり。 首狼がその先にあり、その向こうに、微写門靴入り口があり、中に、微写門天の石像が祀られている。ありがとうございます。